吉宗評判記暴れん坊将軍。これは珍しい。上様が花をご覧になっているとは。俺も暴れん坊とか何とか言われて騒々しく動き回ってるうちに、世の中にこんなに美しいものがあることを忘れていたようだ。ああ、よくぞそこに気づかれましたな。いや、結構結構、喜ばしい限りでございますわ。じい、俺が花を見ていたことがそんなに嬉しいのか。嬉しくなくて何といたしましょう。ああ、これはどうやら幸先がいいようじゃ。幸先がいい？何のことだ？はい、御台所、上様の花嫁御寮につきましては、かねがね頭を痛めておりましたが、京の都の三条院という公家のうちにいい姫君が見つかりましてな。名は綾姫、年は19歳。俺は馬の稽古をしてくるぞ。ああ、さよう。人にはそうてみよう、馬には乗ってみようと申しまする。お前やめじゃ。よし、剣術の稽古をしよう。姫はすでに京をたって江戸に向かわれておりまするぞ。あと数日でご到着になりましょう。何、江戸へ来るのか？はい、上様、この辺りが年貢の納め時、男らしく観念なさりませ。加納五郎左衛門がことを内々に計らったにもかかわらず、噂はいつしか城中に広まっていた。そしてうるさ型の加納が吉宗のそばを固めていることに、日頃から反感を抱く大名は少なくなかったのである。その一人、元寺社奉行山根玄馬の神であった。その頃、綾姫の一行は東海道三島の宿に到着していた。ああ、姫様の番でございますよ。もう会いた、やめましょう。はい、では今度は歌合わせをいたしましょうか。それも飽き飽きしました。はあ、男ならお酒でも飲むのに。姫様、女なんてつまらない。明日は箱根を越えます。江戸はもうすぐでございます。上様はきっと素晴らしいお方でございましょうね。箱根といえば足柄山はすぐ近くでしょ。金太郎が熊と相撲を取った足柄山です。上様は剣術やお馬がお好きな乱暴者とか、熊と相撲でも取ったら似合うでしょ。姫様、そのお話はおやめあそばせ。上様に失礼でございます。
なんじゃあれは。一度、来た守るのじゃ。蹴るぞ。どうする者、下がれおれ、下がれおれ。待ちなさい。女を斬って何とする。見れば山賊でもなさそうじゃ。用があるのはこの私であろ。私がどこへでも行くから、婆やたちを助けなさい。姫様。よし、いい度胸だ。よかろう。何、綾姫がさらわれた。はあ、小田原城中大久保加賀守よりの早馬によれば、友侍一人が即死、一人が不可で。姫の行方はわからんのか。ああ、小田原藩では直ちに街道筋に手配りをしたそうでございますが、時すでに遅く、あるいは江戸へ入ったかと思われます。くせ者は無頼の輩か。いえ、れっきとした武士。おそらくいずれかの家中でございましょう。大名が何故姫に危害を加えるのじゃ。理由の遺憾は問わず、無法は許せん。助け、あらゆる手を尽くして姫の行方を突き止めるのだ。かしこまりました。半蔵、聞いたであろう。すぐに行け。もう蹴ろ。何だってくるか、マスリアロ。てめえだけ。おい、おでん、おでん、みんな来い。はい。本当にいっぱいだけだね。先来る先。はい。うん、娘。ガム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 。いい匂い。酒は？酒。なんだこれ。おやじ、おめえここは鶴もおでんにしちゃうのか。いえ、ね、そうもございません。お店の一発食ってみるや。バカじゃなかせ、二人。うめえか。うまい。出たぞ。どうしたんだよ、こんなに酔っ払っちゃって。おー、おたく、元気かい。おばちゃん、酒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 、どうだ、ともよ。これでも20年前は慣らしたもんだよな。20年前は乾杯だよ。いやー、待て、せめえで。おたまり。こいつら水ぶっかけてやる。おかっから水みんな持ってきたくれよ。うるせえ、足が散る。ここは野中の勢いじゃねえんだ。なに、やめてよ、ここはめ。これ、バカ。おう。おめえら、引きや、それでも。火事には昼も夜もねえんだよ。いつ何時ジャーンとなるか分からねえっつのに、こいつら俺の女房も飲み屋のおっかも分からねえこと酔っ払いやがって。このバカども。まあそうかてえこと言わねえでよ。まったれんじゃねえ。てめえらにはつくづく愛想がつきた。今日という今日はカッパにならねえぞ。お兄ちゃん大変、火事よ。お、火事、火事。おい、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 おばちゃん、火事はどこです。行くぞ。およし、それでいいんだよ。火事は嘘よ。お兄ちゃんに言われてみんなを試してみたの。何？火事の足まで。やら、火事の声を聞いてもよ、デレッとしてやったら、こいつらみんなめぐみから叩き出したと思ったんだよ。ああ、さすがお前たちだ。いいところあるぞ、乗り行こう。頭の人は悪いぜ。余裕は寂しかったよな。悪かった、悪かった。王子、お前も芝居うまかったぞ。よし、分かった。今日お前らのおめくり伸ばしたよ。やばいですね。お前ちゃん、どんどん酒飲んでた。熱かんだよ。どんどん。おバカ。やるよ、何したお前ら。え、おばあちゃん、俺の神さん捕まえておばあちゃんと何だか張ってあったんだろ。
籠書きの中間です。いずれも人たちで口を塞ぐためか。もういいことをする。京都から姫様がね、うん、だけどさ、そんな人と新さんがどういう関わりがあるのさ。ラーメンおよその差しがつくだろうよ。あら、どういう差しがつくの。お公家さんのお姫様と旗本の三男坊の冷や飯食いの新さんとさ、うん、そうだよな俺もどうもおかしいなと思うんだよ。危ねえ危ねえ。いや、あの、つまりある人に頼まれたんだ。お姫様なんて縁もゆかりもないが、悪い奴の手に落ちたと聞いちゃ助けてやりたくなるじゃないか。そうなんだよ。要するに新さん頼まれたんだよ。いや、俺もね、そうだろうと思ったんだ。お前さんに言ってることはちっともわかんないんだよ。いいんだよ、わからなくたっていいんだよ。新さん、引き受けました。何分頼む。あ、待てよ。ゆんべあの時、関取が折り鶴を食ってたな。うん、なんだか女籠が通ったよな。何？万事うまく運んだそうだな。はっ。加納の爺はさぞ慌てておることだろう。しわばらでも御所への詫びに切るかな。あの目の上の小房取り除けば、上様の側近はわしの一派で固めて思いのままにできる。はっ。で、姫はどんな様子だ。ここは大名の下屋敷でしょ。何万石です。三万石ぐらい。なぜ返事をしませんの。私はあなたを見張るように命じられました。私の仕事はそれだけです。こちこちの石頭、一日中そうして後ろ向きに座ってるつもりですか。なるほど、気の強そうな姫じゃ。なるほど、お前も悪そうなやつじゃ。殺すには惜しいな。私を殺せばお前も身の破滅を招こう。わしがやったとは誰にも分かるまい。この屋敷はもう目をつけられているかもしれぬ。何？夕べ江戸の町に入ってから、道しるべのためにこの折り鶴を一つずつ籠の外へ落としてきたのじゃ。ほれ、こんな風に。しまった。クランド、怪しまれたら一大事だ。すぐに行け。はっ。聞きたいことがあります。おや、珍しく口を聞くのですね。利口のあなたがどうして手の内を明かしたんです。石頭のカチカチだと思ったけど、意外に頭がいいのですね。何故を教えたのか言ってください。姫。何です。おい、確かめ、この辺だったよな。あ、そうそう、ここだ、よく探してみない。あったぞ。あったか。折り鶴ならここにもあるぜ。おれ、女によ。何？さあ、それを返せ。お、世の中変わったもんだな。俺もそう思うで。お侍がそのものに夢中になるなんてよ。それも道に落ちてんならうっかり見逃すってこともあるが、大の男が血眼になって探してるってな、これはどう見てもただごとじゃねえ。貴様、何者だ。風邪ひょうで。山根現場守、元寺社奉行か。その職人風の男、到底ただ者とは思いませぬ。あるいは上様直属の隠密ということも。うん、姫をここに置いとくのはまずいな。人思いに切りますか。いや、殺すには惜しい。
ほとぼりが冷めてからご老中に献上するのも一興。なるほど、尊い血筋の京人形一個。それまではどっかに隠しておこう。かえって町中が良いかもしれんな。クランド、見張りの一人は一緒に住まわせよう。松岡半兵衛だ。あの男ならクソ真面目の堅物。命じられたことだけを忠実な犬のように守る。万一の時にはあの男一人に罪を押し付けることも。そうか、これが道にの。きっと姫様に違いございません。ご聡明で機転の利くお方でございますから。淡路殿、姫は箱根で悪者に襲われた時、私はどこへでも行くから婆やたちを助けなさいとそう言うたんじゃな。はい。ああ、その優しさ、勇気といい、聡明さといい、上様、いや、じいはますます姫が好きになりましたぞ。御台所は綾姫様のほかにはありませぬわい。半蔵、侍は山根現場の神の下屋敷に入ったのか。ほう。石高15,000石。一昨年まで寺社奉行を務めましたが、ただいまは無役でございます。己の無能で役を下ろされたのをじいのせいと逆恨みしよったか。手が出ますな。お、お姉さん、まとめちの。昨夜誰か引っ越してきたらしいよ。道具屋が書体道具一式運んできたから。死んじゃたいかもしれねえな。それによ、あの人も昨夜来たらしいんだけどよ。へえ。おはようさん。そうじゃな、手伝ってあげよ。いえ、結構です。そう言わせ。むちゃくなよ。汚いお団子じゃな。よもぎを入れて草団子にすればおいしいのに。あ？お姉ちゃん、ありがとう。蹴鞠をやるとばあやに叱られるんだけど。行くわよ。私がマリを蹴ったばっかりにごめんね。悪い人じゃなさそうだな。私は頭が変になりそうだよ。向かいの家は多丼屋です。団子屋ではありません。多丼？粉積みを丸めた安い炭です。あの夫婦はそれを作って暮らしを立てているんです。そう、私は何も知らなかった。この世の中には私の知らないことがいっぱいあるんですね。半兵衛、ご飯を食べたら町へ行きましょう。私は江戸の町でいろんなものを見ていろんなことを知りたいのです。
とんでもありません。私は殿のご命令に背くことはできません。また命令ですか。では頼みません。その代わり助けて、この人は私を肩に貸した悪者です。姫、おやめください。助けて。何を言うんですか。助けて。姫、誰か。やめなさい。どきなさい。どうしたんです。何かあったんですか。いいえ、これから半兵衛さんがお江戸警察に連れて行ってくれるの。まあ、それよかったですね。わけしたうらやましいよ。そうですね。いて。はい、行きましょう。行ってらっしゃい。なんでお立ち会い。この薬草を抜群者、今三十日発見。不要いたすま。丹波三月落下の前、このように切る技者でも、端裏差し表にこのガマナブラを注意とつけると。いらっしゃい、いらっしゃい。ただまな土産に言わないかのかな。でありませんか。そんなつまらないもの。つまらなくてもいいのです。お金を払いなさい。三十もいただきます。ぶつかったのはそっちではないか。いきなり無礼者の呼ばわりは穏やかではないぞ。そうかもしれません。ですがお侍なら買わせたはずです。これは一本参った。しかしあんたも負けず嫌いだな。追われているのか。何か訳があるようだな。私は徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。旗本の？では上様を知っていますか。ん？この金太郎のように熊と相撲を取ったら似合う暴れん坊ですか。いや、それほどでもないはずだ。部屋住みの三男坊だから知らないのですね。まあな。それよりも、もしかしてあんた、綾姫、そうだろう。いや、心配いらん。加納のじいさんに頼まれてあんたを探していたんだ。いや、こんなとこで会えるとは思ってもいなかった。乳母の淡路殿も、じいさんの屋敷で待ってるぞ。いらっしゃいませ。あの男たちは。一人は、きっと見張り役の侍。もう一人も悪者の一味ですけど、石頭の牧年人です。名前は松岡半兵衛。やはり私は長屋へ戻ります。婆屋には心配しないように言ってください。なぜだ。私が見た悪者の頭はなんとなく一万石か二万石の小大名のような気がします。その後ろにもっと大物がいるかもしれません。何？私が美しいからその大物に献上するつもりかもしれないでしょ。うぬぼれが過ぎたかしら。私はその大物の正体を探ってやるつもりです。金太郎上様とお見合いなんかするよりずっと面白そうだもの。いや、しかしそんな危ないことを女のあんたにさせることはできん。あとは私に任せなさい。嫌です。五条張ってはいかん。お天場もほどほどにするんだ。長屋へ帰るわけはそれだけではありません。
私が逃げればあの半兵衛は切腹をしなければならないでしょう。私のためにこれ以上犠牲を出したくないのです。そうか、優しいところもあるんだな。当たり前です、これでも女ですからね。お待ちどうさま。さあ、姫様、帰ってきてくださったのですか。腹を切らなくて済んだでしょ。姫、そんなことよりも世間知らずのあなたがもしや悪い奴にでも騙されて、今の私がこんなこと言うのはおかしいのですが、そう思ったらいても立ってもいられなくて、よくご無事で。そんなことを考えろと命令があったのですか。私でも自分の心で考えることがあります。おや、珍しいこと。それで今までこの雨の中私を探していたのですか。そうです。では、半兵衛。あ、風邪をひかぬように休みなさい。はい、おやすみなさい。持ってきたんだけど、じれったいね、こんな変なことしちゃって。さあ、お嬢様あっち行くんです。さあさあ、早く早く。あ、さあさあ、それはすまる。よいしょっと。あー、ついて好かれて駆け落ちしたくせに、なんですこんな他人行儀なことして。駆け落ち、いや、それは誤解です。まあいいからいいから、お鉢は一つしかないんだから仲良く食べてくださいよ。はい、お邪魔様。申し訳ありません、とんでもないことになってしまって。おいしい。食べないのですか。半兵衛は私が嫌い。どうなのです。私は殿のご命令に背くことはできません。半兵衛。ごめん。徳田様。どこ行く。表へ出ても頭は冷えんぞ。それとも現場の神の元へ走るつもりか。やむのことよせ、半兵衛。自分の心と頭で考えるのではなかったのか。姫と現場の神とどっちを取る。あなたは一体。俺は徳田新之助、
姫の幸せを願っておるものだ。私は姫が好きです。おそばにいると姫のどんな時にも生き生きとして明るさを失わない、そのけなげな気持ちがお日さんのように温かくて眩しくていじらしくて。半兵衛、こんなじゃじゃ馬の私のこと本当に？はい。ですが私は侍です。あなたを苦しめている悪い殿様の家来です。分かった、俺が引き受けよう。いいか、くれぐれも早まったことをするではないぞ。見張り役は眠らせてある。その二人がね、まあ恋は思案のほかってよく言うが、できれば一緒にさせてやりたいと思ってるんだ。ああ、やっぱり新さんね。そりゃ身分が違おうが敵同士だろうがそんなこと関係ないよ。そうよね。だお前ら調子に乗って無責任なことペラペラ喋りやがって。おまっちゃん、おまっちゃん、ちょっと。あ、はい。いいかい、姫様はな、上様の御台所候補として見合いに来たんだよ。それお前トンビに油に触られちまって上様は一体どうなるんだい。そりゃそうだね、とんだ三枚目だね。そうだろう。お前もしかしたらお前上様だって姫のことを気に入ったかもしれねえじゃねえかよ。それはどうかな。正直に白状しなさいよ。なんだよ、何言ってんだよ。いやいや、なんでもないよ。ただお前男はつれえなって今言ってたんだね、しんちゃん。おう、そうだそうだ。兄貴、うん、この前の奴らだぜ。おお、結束会でやんな。常、え、付き合うぞ。え、おやすみ。ありがとうございます。半兵衛、半兵衛。殿、何事ですか。何かあったんですか。何？冗談！それ、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 誰だ？逃げですよ！何を騒ぎしてんだよ！半兵衛、姫を切れ。え？なんと？姫を亡き者にするのだ。できません。何？貴様、半兵衛に逆らうのか？石頭の半兵衛が初めて御意に背きます。私に姫は切れません。愛する者を切ることはできません。半兵衛、この裏切り者を何度切れ。よくぞ目を覚ました。姫を話せないぞ。山根現場の俺が相手をしてやる。何とぞお力を。不甲斐ない奴じゃ現場、わしはその方を見損のうていた。しかし加納五郎左衛門を失脚させるためにこの企てをそれがしに命じたのは五郎中あなた様でござりまするぞ。
綾姫を生かしておいては危ないから切れとおっしゃったのもあなた様でございました。失敗したのはお前ではないか。たかが町火消しと得体の知れぬ侍一人、なぜ自分の手で始末をつけん。罪のなすり合いは見苦しいぞ。おう、こやつでございます。礼物を。この後をどなたと心得る。おう、上様。阿部出羽守、その方老中の要職にありながら己の権勢を伸ばさんがため、現場の神に命じ非道悪逆の振る舞い、この吉宗しかと見届けた。出羽守、どうじゃ。権力の座というものは手に入れればそれをさらに強め、自分一人のものとしたくなりまする。それがしは当然のことをしたまで後悔はしておりません。出会え出会え剣一剣。出羽守は自ら罪を恥じ職を辞して隠居の身となり、山根玄馬の守は領地半減、国替えを命ぜられた。その方も堂々するように。は？は。お、上様のおなりですぞ。ささ姫、上様にお手前を一服差し上げてくだされ。はい。
さすがは三条院家の姫君、見事なものでござりまするな。ああ、陣は後でご相伴いたそう。本日はお天気もよく、お日柄もよく、まことにめでたい限りでござる。のう、淡路殿。はい。上様、じいはこんなに嬉しい日は久しぶりでござりまする。そうか。はい。じいももう少し若ければ、姫のような容姿端麗、お行儀の良い人やかなかった。姫、わざと嫌われようと苦心したが、その心遣いはいらんぞ。あなたは。加納様、どういたしましょう。私、上様、新たに直参200石にて京都諸子大詰めを仰せつかった者、お目見えのため召し連れました。苦しゅうない、表を上げい。半兵衛。姫、京へはいつ戻られる。あの者は京都諸子大詰めとか、一緒に参られるがよい。長い道中もさぞかし楽しいであろう。上様、じい、本日はまことにめでたい日じゃの。また鼻の下が伸びておりますぞ。あ、いや、これは参った。吉宗のまぶたには綾姫の明るい笑顔が残っていた。だが、ほろ苦い感傷にふけるいとまはない。吉宗は今日も行く、たくましく明日に向かって。吉宗評判記、暴れん坊将軍。大作、まっすぐ食べれたか。平気。よし、細首。過日措置が申し出た御用道場の一件、間違っても正体うろんな道場破りに遅れを取るようなことは。参った。道場主はいかがなされた。やれ。できる。すげえな、こりゃ。父ちゃん、ご
大目付の神尾という御仁が私に会いたいと。神尾？母上の仇だ。勘弁、こらえてくれ。子連れ、ジョンガラ無念流。どうぞご期待ください。